ナデジレヘンリエッテフェリチタスライニエラフォン、ハプスブルクロートリンゲンは、スペイン王アルフォンソ十二世の二度目の王妃。スペイン五名は、マリア・クリスティーナでアブスブルゴロレーナ、または、マリア・クリスティーナでアウストリア。オーストリア大公、カール・フェルデナントとその妻である、オーストリア大公女エディザベト・フランチスカの娘として、モラビアで生まれた。 イフアネに、バイエルン王ルートビヒ三世の王妃マリア・テレジアがいる。1879年11月、アルフォンソとマドリードで結婚し、一男二女を設けるが、長女メルセデスと、次女テレサはマリアより先に死去している。いずれも出産直後に死去しているため、三直熱と推測される。1885年に王が病死した時、マリアは、第三次を妊娠中だった。 生まれた子が女児の場合は、大いにつくのは長女メルセデス。男児の場合は、その誕生と共に即位することに決められた。結果、生まれたのは男児だったため、アルフォンソ13世として、直ちに即位し、成人するまでの間マリアが、妖王の殺生を務めた。ありがとうございます。